緑の風について話せ。緑の風は4人の女性で立ち上げました。そしてこの緑の風車、一枚一枚羽の色を違えたものを作りました。お互いこの4人集まっては、どれが誰なんだろうということを、お互いにこの好きな色はどれなんだということを言い合ったものです。今はその4人のうちの1人が抜けました。未来の選挙が去年の末にありまして、その時に私たちは、衆院議員は未来に合流しましたが、私たちは合流はしないということの決意の中で、緑の風を残すために外に降りながら未来の選挙を一生懸命やった覚えがありました。そしてその後、高田も抜けました。今私が全国比例から出られるのは、その時に平山さんが入ってと、私たちは誰にでも声をかけたつもりはありません。一緒に脱原発をやっていける人、一緒に新自由主義ではない、みんなが支え合い分かち合うことができる、そんな社会を目指すことができる人、そして消費税を凍結すべきだと思っている人、 TPP は日本らしさを壊すと信じている人、そうでなければならないという中で、本当に選択肢が少ない中で、声をかけたうちの一人が平山さんでしたし、分かった、緑の風政党に一緒にしてやろうということをその時に言ってくれた。それが本当にありがたかったです。緑の風の目指すものは、格差のない健やかな日本型の共生社会です。日本人は古来から本当に自然とよく付き合ってきた。時には牙を剥く、地震を起こし、台風を起こし、そして津波を起こすような激しい自然、台風をもたらす自然、しかしその一方で、複雑な地形と、そして湿潤な気候の中で、豊かな恵みがありました。日本には昔は水車小屋がたくさんあったものです。風車を使うヨーロッパとは違います。私は今、風力発電で羽が折れるのは延べなるかなと思っています。日本におそらく小水力の方が合うんだろうと思います。私たち緑の風は輸入物ではない、日本の緑、日本らしい緑を作っていきたい。 Think globally, act locally ということが言われますけれども、もちろん緑の党がインターナショナルとして出しているような、そういう普遍的な多様性に対する眼差し、女性も男性も、先に女性言っちゃいましたそして子供も大人も、また宗教の違いも、みんなこうやってお互いに共存する、共生する社会を作ること、自然とこの地球と共生していく文明を作っていくこと、そこは私たちはこの普遍的な原理というものを心から支持するものです。しかしアクトローカリーということの中で、私たちは日本の緑を作っていかなければならない。日本の緑とは雑木林の緑だと私は思います。ヨーロッパの黒い森や、そして一面に続く牧草地帯のあの単一の緑ではなくて、この4枚の羽が一枚一枚が色が違っているように、さまざまな緑のある雑木林の緑こそ、私は日本の緑だと深く信じています。栗の木もあり、杉の木もあり、ヒノキもある、また梅や松もある、桜もある、それぞれを床材や柱や床の間や、そしてちゃぶ台や、そういうものにみんなタンスにも使ってきた。この自然との付き合い方、自然と恵みというものを保全し活用する日本人の能力、里山を作ってきたこの日本人たちの器用さ、それが高度成長の基盤であったとも思います。また豊かな多様な緑に囲まれながら培ってきた美意識というものこそ、日本の生き、今ではクールジャパンと言われるものを生み出してきたものではなかったか、そのように思います。私たちは日本の自然に育まれたこの自然との共生の仕方、そしてそれをことほぎ、先祖とつながり、自然とつながり、その恵みを感謝しながら、
祭りを行ってきた、こういう私たちの過去からの伝統と文化というものの中にある緑、これをしっかりと作っていく、その21世紀的な文脈の中で自然エネルギー、自然資源というものに依拠した新しい文明を作っていきたいというふうに思っています。日本人はこの多様な緑に囲まれて世界で一番たくさん緑の色を見分けられる民族だと言われています。例えば地中海地方の人たちは黄色がたくさん見分けられるんだそうです。それに対して日本には多様な緑色があって、緑を細かく見分ける能力について決して日本人の右に出る民族はいないのだと、そんななったことがあります。またエスキモーたちは白という言葉をたくさん持っています。雪の白をたくさんの表現を使うそうです。見分けるそうです。だから私たちは緑の風です。雑木林のような日本でありたい、一面に杉の木ばかりが生えている日本ではなく、さまざまな色がありたい。緑の風はさまざまな色をチームの中でも持っているというふうに思っています。私の色と亀井静香さんの色は多分全然違うそして亀井愛子さんの色も、そして村山康江さんの色も、そして平山誠さんの色も違うんです。私はかなりはっきりした緑じゃないかなと、くっきりとした緑じゃないかなと思います。その中で平山君くすんでないかいって思われる皆さんが中にはいらっしゃるのかもしれない。でもどの緑もあって、お互いを支え合い、お互いを見せ合っているのではないでしょうか。それぞれの緑が役割分担をしながら、あの雑木林の日本の微妙な緑というのは生まれているのではないでしょうか。私とこの6年余りお付き合いいただいた支援団支援者の皆様方は、ともすれば無意識のうちに私と平山さんを比べていると思います。そしてその中で平山さん自身が随分なんとか居心地の悪い思いを時にはしているのかもしれないなと思う時があります。私と平山さんという違う緑があって、緑の風は成り立っています。そして船山や亀井や、そして今は阿部智子や、また今回出ている山田雅彦や井戸川勝孝や、こういう緑があって、東京では丸子という緑があり、そして津幸という緑が神奈川でも出てきます。私たちはお互いを殺し合うのではなくて、染め合うのではなくて、それぞれの緑というものを生かしたチームプレーをやっていきたい。日本の社会がそうであるべきように、小さな緑も大きな緑も、はっきりとした緑も、ちょっと柔らかい緑も、そしてまっすぐな緑も、例えば本当にちょっとひねくれた緑もいるかもしれない。でも私たちは一緒に共生する社会を作っていきたいと。爽やかな緑の風が吹き抜ける健やかな日本、子どもたちが走り回って緑の風になる日本、この笑い声が緑の風の音である日本、私たちはそれを目指したいのです。そのためにアベノミクスは邪魔だと思っています。アベノミクスは 1% の人を飛ばせるけれども、決して 99% の人を飛ばせはしない。本当に企業が儲かったら、皆さんのサラリーが増えるのであったら、じゃあ企業の200兆円の利用簿といったのは一体何なんだ。それだけ持っていてもまだ出さない人たちが、それが300兆円になったからといって出してくるだろうか、400兆円になったからといって出してくるだろうか。私はそんなことを信じません。アベノミクスというのは当たりくじを、この当たりくじを誰が引くかを決まっている、当選者の確定している宝くじだと私は思います。財界人、大資本家、そして多国籍企業、こういう人たちが初めから当選するということが決まってしまっている宝くじ、しかも宝くじならば買わないという選択肢がある。だけど消費税という宝くじを買ったからといって私たちの選択肢はないし、当たりはしないんです。だからこんなまやかしに私たちは日本を預けてはならない。やらなければいけないのは、皆さんの一人一人の懐が潤うことです。
消費税は年金も決まらない、医療の体制も決まらない、保険もしっかり決まっていかない状況の中では凍結するしかないのだと私は思っています。それが緑の風の考えであります。また同時にこの新自由主義、一部の国際的な資本家たちが儲かるこの仕組み、これをもっとさらに広げていく、軍事的な植民地のように扱われてきた日本、これが経済的にも植民地のように扱われてしまうような状況になってしまう、これが TPP だと思っています。企業の利益の方が国の文化や伝統やそして法制度よりも優先させる、そういうものを強調しようとすればするほどそれは非関税衝撃だと言われる。軽自動車が非関税衝撃だと言われる。日本の狭いあぜ道を、林道をどうやって大きなキャデラックが走れというのでしょうか。日本には軽自動車も軽トラックも必要なんです。これは地形にも合っているし、ガソリン油田というようなものがない日本にとっては必要なものであるはずなんです。それを非関税障壁と呼ぶようなものを私たちは反対せざるを得ないんです。日本の田舎、思いやることよりも競争ばかりを、そういうものを強調する、それに組みすることはできません。仲間を追い落とすことではなくて、私たち日本の高度成長は仲間と一緒に現場でみんなが知恵を尽くすことによって作られてきました。どこかの国にある本社から出てくるマニュアル通りだけにやれというようなことは日本人の働き方には馴染みません。だから私たちは日本人の現場の力、そこでの助け合い、そして美意識、器用さ、こういうものが生きる経済を作っていきます。この日本の自然の力というものを最大限保全し活用する、そういう日本を作っていきます。そして私たちの子どもの食べ物の中には遺伝子組み換えの作物もいらない、また同時に放射性物質もいらない、たった1トンの使用済み核燃料の中に福島で散らばったものの放射性物質の 4倍もの5倍もの放射性物質が含まれています。それがすでに1万7000トンあるわけです。それでももっと再稼働しようとすれば、それは1万7500トン、1万8000トンになっていく世界を私たちは作る。ゴミの片付け方がわからないからゴミ屋敷にもっとゴミを持ってこようと、こんな政策は政策とは言いません。違いますか皆さん。そして文殊ですね、こんなものは止めなければなりません。文殊が1万箇所以上点検漏れがあった、一体母数はいくらなんだって私興味を持って調べてみて問い合わせてみました、規制庁。そしたら JAEA、 あの原子力機構がやっているあそこの点検表というのに載っている機械の数は全部で3万9000でした。3万9000のうちの1万箇所が点検できていなかったというふうに思ってて、これ 25% じゃない、ひどいなと思っていたら、昨日の中日新聞に新たに2300箇所見つかった。そうするともう1万3000箇所、3万9000のうちですよ、1万3000箇所の点検は点検されていなかったと。私は感謝しましたね、神に。よくこれまで事故がなかったもんで、大きな事故がなかったもんで、本当に思いました。それを世界一安全と言って海外に輸出するんだと、これを狂気の沙汰と呼ばないで一体何と呼ぶのでしょう。原発は止める、再稼働しないということです。やめる、廃炉に持っていくということです。そして片付ける、使用済み核燃料やゴミを含めて私たちはどう片付けるのか、これはそれぞれ全く別次元の問題であり、また別々にそれぞれステップとして考えていかなければならないことです。また今の事故の対応に対してモニタリングでどこに影響が出ているのかを測り、そしてここ以上には絶対拡散させないという防衛ラインを作って拡散防止をやり、その上で除染をやるというのが本来の姿。それが今やっているのは環境土木の除染バブルだけ、とにかく除染をしまくるということをやってるけども、何も戦略がない構造がある。今の政府がやってることは全部私はもう本当にまがいものであり、まやかしでしかない、そして国民を世界を騙し続けることでしかない。日本はそんな国になり下がったのか、そうではないはずです。このいい加減さに私たちは緑の風を作りました。緑の風は現実的に進みます。
ただ念仏のように脱原発を叫んだりはしません。私たちは具体的に現実的にリアルに一つ一つの問題と取り組みます。そしてこの選挙は緑の風の最初の大きな参議院選挙であり、緑の風の不沈をかけた存亡をかけた選挙であると同時に、緑の風が日本をこれから真っ当なところへ向けてやっていけるかどうか、その戦いです。6年前の私の戦いは、一人の谷岡邦子という全くその時前には政治には関係なかった人間が教育者のように政治ができるのかどうかということを皆さんに問うて選挙でした。その中で高校無償化等を含めてやっていきました。福島の子どもたちを守るために戦ってまいりました。しかし6年後のこの選挙は違います。これはチーム緑の戦いです。これはチーム谷岡の戦いでもあります。平山を勝たせていただくということは、チーム緑が健全に、そして雑木林のようにさまざまな緑の力を持って、みんなで力を合わせてこの日本を未来の世代にふさわしいものにしていくことができるかどうか、世界に恥ずかしくない国にしていけるかどうか、その戦いです。だから皆様、伏してお願いを申し上げます。どうか平山のために皆様働いていただきたい。そしてチーム緑、チーム谷岡のために皆様の力をお貸しいただきたい。この選挙一緒に頑張ってまいります。どうかよろしくお願いいたします。